大変大変大変。なんだ、ソニーゼロじゃないか。大変なの、今トレノの潜りから話を聞いたら。どうしたぶり？アレクサンドリアが。アレクサンドリアが！おい、メールズ何やってんだ、あいつ。また燃えたの？うちのアレクサンドリア。明日の幸せを願って人は寝る。昨日の不幸をすべて忘れし、すべて、すべて忘れてしまうために。おい、なんだこの萌えキャラ。石像の裏に隠れて寝るって、出てこい。そして喜びに満ちた夢を見ることを願う。そう、辛く苦しい現実を忘れてしまいたいから。至って静かないつもの夜だね。ああ、やっぱり。新しい女王の誕生を祝い、アレクサンドリアの街も喜び疲れたようだ。喜びの先が辛く悲しかった過去を洗い流し、バラ色の未来をもらわしてくれると信じてる。お前、ようそんな舌もあるな。でもまだ宴は終わっちゃいない。いや、違うね。本当の宴はこれからさ。じゃあ、始まるよ。歓喜の炎がアレクサンドリアを焦がす宴が。おいで、バームート。昔の主に捧げる鎮魂歌を奏でてくれ。こいつだけなんか、語り口調ラノベなんだよ。トゥ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 ルトゥみたいな音なのかった今。 そんなご陽気でいいのかよ。味のアレクサンドリアゲン、すっかり自分ち気分。いやー、ガーネット姫様、これはやび出さねえとまずいんじゃないか。これ水属性の召喚獣出した方がいいな。これチンラ万象チョコ。ニコ動だったら赤文字で出てた。第3弾。おう、カバ。猫ちゃん。人。5番目に通ったのは、猫ちゃん。さてと、柔軟な頭を持ったところで。ガーネット様！あれはバハムートですね。ピンときました。ベアトリクス、急いでみんな集めてください。みんなすでに集結し、ガーネット様の命令をお待ちいたしております。ガーネット姫様、あんまりうちらのパーティーでいるときに権限なかったからな。命令の。貴様ら早く集合すんかー。アレクサンドリアの一大事だぞー。ガーネット様がお越しになられる前にちゃんとしろー。ゼレーツ。たった9人で何をしようとしているのだい、名律。ガーネット様、ご覧の通り、いかような命令にも我々は迅速に対応いたします。何なりとご命令ください。何を命令？情報収集お願いします。城下町へ国民の救助に向かいなさい。指導代行殿下で援軍要請文書を送ってください。大砲を撃つ準備を行ってください。一番でかい花火が上がるやつで頼む。つまり大砲を撃つ準備を行っておきなさい。誰に命令？命律てめえだけだ。後のみんな全員逃げなさい。あなたたちにも所帯があるでしょ。まずこいつで行くぞ。魔物と悪が浅いと退けてみましょう。心強いぞ。じゃあ死後大号殿下。なんかもう全部選ばないといけないのか。じゃあ適当にやってみよう。情報収集。はい、バイロイド。おいけおいけおいけ。二人一組で動くように。統率を乱すなよ。で、命律は？まだまだ勉強されないといけないことが多いかもしれませんね、ガーネット様。なんで？なんで？じゃ、たまにさ、なんか、こうやってなんか人員配置の件渡されるけどさ、そもそも人員の素性知んねえから、そんな適材適所とか与えらんねえんだけど。いや、マジ運ゲーだろ。お母様どうか私に力を貸してください。これお母様だったのかよ。ごめんな。お父さんだろうなとか言ってて。お似合いだなとか言ってごめん。痛い。ヘルニアが。おっと。おお、これだったら相川で満帆だな。おお、逃げないか。とっとと逃げんか、貴様ら。覚悟はいいか、ベアトリクス。今宵この命が切りをつけ合うが、にょ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 。いい心がけだ。いいぞ、ベアトリクス。まあ、気概は感じたよ、お前から。ちょっとあんまり、目に見える成果ではなかったけど。バー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 、これ BGM いいね。ケルトっぽいね。ブブ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 
お前もう、マジか、相川1000出せるぞ。名立お荷物だ。仕方ない。この王宮に置いておこう。いや、ゆっくりだろ。嘘だろ。レベル30推奨じゃねえのかよ、これ。ちょっと待って、一回さすがに装備見よう。あ、俺、いいもんあるから、つけな。もうそんなみすぼらしいもん着てないで。おまじない。頭お花畑か、お前。戦え。モーグリ、モーグリいないかなー。あ、行って。あ、これモンスターじゃないのか。敵は大通りにいます。申し訳ない。かたじけない。市民の誘導がなってねえぞ。この国兵隊9人しかいないのか。魔物の匂いがする敵は近いぞ、ベアトリックス。近いか？ああ、来た来た来た。これね。これだったら造作もないんですけど。またこれかよ。名立ベアトリックスが相手いたす。ガーネット様のためー。熱い展開なんじゃない？多分。ボタン連打しかしないけどね。やっべ、これ。名立お前、耐えしのぎるか。間に合えみっともないぜ、名立。姫様のためつって眠りこけて殺されてるじゃねえかよ、お前。寝首かかれてんじゃねえよ、お前。本当に姫様守りてえなら。相川の方がよっぽど守れるぞ、これ。お前ができるのは、お前が姫様の安全を確保できる唯一の方法はもう監禁しかねえんだよ。まあ私は行くけどね。めちゃくちゃ強そうなんだけど。ショックめっちゃ強かったよな。座学剣まあまあだな。お前の座学剣の後にとんでもないでかい剣飛んでくるからな、これ。剣技が。ショック！それでも座学剣をやめない名立であった。ビアトリックス、私の方ができるでありますぞ。言って。やばい！熱がこもってしまったであります。鎧の中に。うるえ。あ、ポーション打ちたかったな。ポーション打つであります。子供の命より我の命の方が先決でありますからね。やばい、MP 切れだ。恐れていた事態が起きてしまった。おら。何が座学剣じゃ、ボケ。スナグリじゃい。大丈夫か、ベアトリックス。私なら大丈夫です、それよりも。それよりも、メイリス、あなた少し手傷を負ったのではありませんか。自分はあれくらいの攻撃などなんとも思わんわ。はい、スナグリパーティー。今日も元気。ベリードット、もう簡単に召喚獣が手に入る世界。一度城へ引き返しましょう。あいつもハネムーンの帰りだったのかもしんねえ。自分は姫様とアレクサンドリアと、そしてベアトリックス、お前を必ず守ってみせる。メルザー、まだまだ負けんぞーみたいなことを言ってました、多分ですが。お前たちでカードゲームよりも盛り上がんねん。あ、なんて言ってた、なんか、緩急ゴナゴナゴナーみたいな書いてあったけど。追加効果か、今の。お前と言葉を交わせるのはもしかするとこれが最後になるかもしれんぞ。元より覚悟はできてます。もはやお前の顔を見ることすら叶うが、最後にこれだけ伝えておこう。いいえ、もうその先の言葉は言わないでください。いや、言わせてくれ。いけません。その言葉は私たちが再び生きて会うことができた時に。そんな大層な敵と戦ってないぞ。お前、名立、息整えておけよ、せめて。なぜならトランスするからだー。あちあち。次会う時にまで。でも、これは本当の俺の言葉じゃない。ベリドット。宝石はしこたまあるからな。うん。あとはお前の覚悟が決まりさえすれば。あとは式場を抑えるだけ。音楽が聞こえる。なんだー、何？どこから？なんだこれ？上の方から。え、もう、この館誰もいないはずなのに怖すぎる。なんだ？こっちか。正解はこっちか。うわぁ！何を思い出そうとしてるの？召喚獣が暴れ回ってるの。こっち？自分の部屋変えればいい？おお、そういえばこんなとこだったね。懐かしいな。あ、こっちじゃないんだ。人が大あくびかましてたら。
え、どこどこ、え、どこ行くのこれ。左かい。うわ、こーわ、これ。いやぁ、石像が何これ。うわぁ、何、うわぁ、戻れないってこと、もう。卒業式とかでやれ。6年生送り出す会とかで、花持ってやるやつだろ。花のアーチくぐるのはまだいいけど。通った後に剣で道塞がれちゃたまったもんじゃないけど。え？うん？なんだこれ？うん？飲み込めてる？ガーナと姫様ちなみに。なんですか？古代兵器？まさか王室にこんなものがあっただなんてみたいな。そういう話？そういう話だといいけど。通りまーす。絶賛通りまーす。なんとも言えない階段を駆け抜けていく。ちょっと待って。お茶を飲みながら、まったり FF9 をやってみようと思います。まあ、いっか。お茶飲んでゆっくりやろうと。ずずずず。この場所は、ここに来てようやく気づいたが、この場所が一体何かということに対しての疑問。この音楽がどっから聞こえてくるの？え、これ桜田ファミリア建立？もしかして。まあまあ出来上がってるっぽいけど。本物より出来上がってるっぽいぞ、これ。こんなところで何をしているのかしら。桜田ファミリアって出来上がったらさ、やっぱその国の紙幣とかになんのかな？相川。平等院報道みたいな。相川いいえ、もう相川たちに頼っていては誰。あれって平等院報道だっけ？あれ、正倉院じゃないよな。10円玉の裏にある。もうこんな話してる場合じゃない。私はアレクサンドリアの女王としてこの国を守らなければならないんだわ。ようやく自覚芽生えたが、おからしいよ。この船はやけに揺れるの。気流が乱れているんだ。仕方ないぶり。何せわしがこの体で作った飛行艇ぶり。おお、その割にはようこのサイズで。あちこちに緩みとかたるみとかがあってもおかしくないぶり。国がこの船の審査通したのおかしいだろじゃん。おかしくないぶりって。この船すんごくやばいんじゃねえのか。どうせこれが大破するんだったらなんかボムみたいな、BOM みたいなのが出てきて、それと一緒に死にたいの。アレクサンドリアにたどり着くのがきっと精一杯だと思うぶり。大丈夫なのかよ。こんな片道切符船作んな。相川。僕なんだかちょっと気分が悪くなってきた。上向いとけ。あんこここよ。前室で休んでくれ。あんまりにも口調が優しいから鈴鹿御前かと思ったらお前かミスド。そうすれば少しでも気が休まるだろう。それがいいぶり。わかった。おい、なんかみんなあんこに優しいね。ソニー。なーに？魔性の黒魔導士。今何か光らなかった。え？魔性の練り物。魔性の小豆。村正。創業100年。魔性のあんこ。どうしたソニーせやら、村正がどうしたって。今村正の声が聞こえたな。ちょ。これ大破ですか？うちの船。それよりもこの船。この光はもしかして。何をする気だ？もしかして聖なる審判？聖なる審判？何かした？僕何かしちゃいました。おい、ちょっと待て、落ちるぞ。召喚士が呼ばれている。今こそが、アレクサンダーの聖なる審判。おー、何やっとるんだー。ラピュタってこんな感じじゃなかった、冒頭。あ、見よ。音上げとこう。私はお茶飲んでるから、あ、どうぞ住人やってもらって。二人しかいないのに審判に務めるんだ。偶数だろ。そういうんじゃないの、分かったよ。今の嘘。今お茶ジョーク。今のへそで茶沸かしジョークだから、ちょっとあんま真に受けないとしてない。いや、やばいよ。ちょっと今から感動的なムービーで全部総裁しようと思ったのに、今の発言。ソニー、どうしてここへ。船に乗っていると村正の声が聞こえた気がしたのだから。そうだったの。私もソニーセーラーがそばにいるような気がして、そしたら体の周りに光が集まって。もうな、共鳴してんじゃんかよ。召喚石が。そう、この光よ。村正、この光はね、私たち召喚師の運命の光なのよ。何？運命の光？そう、運命の光、この光こそが4つの宝珠に隠された力なのよ。
この光がね、召喚士の周りに現れたとき、その召喚士は聖なる召喚獣に呼ばれているの。さあ村もさ、召喚士の運命を全うしなければ。でも私、どうしたらいいかわからないわ。大丈夫よ、ソニー・セーラーの言う通りにして。おお、率先してくれるロリオネ。おまず手を合わせるのよ。今なんか余計なことほざいたやつを、こうかしら。そう、そして心の中でこうつぶやくの。我らの守護神よ、大いなる守護神よ、この地の光が途絶えし、この地に闇が訪れし、我らの守護神よ、聖なる守護神よ、神に使うる者の祈りを聞きとこえたまえ。待って、私近くに紙なかったかな。紙振った方がいいか、私が。ちょ、ダメだ、近くに紙がなかった。神主の特許取ってけば、特許取んな、みんなのものだぞ。神主はみんなのものだ。ドラクエウォーク赤文字ニコで、ニコ動なかもしれん。ちょ、真面目に見ます。ごめんなさい、ムービー真面目に見ます。音でかくしときますから。私お茶飲むんで、どうぞご自由に、お構いなく。え、何これ週末だろ、こんな世界の。おお、なんだなんだなんだ。スマブラ始まっちゃうんじゃねえか。スイッチのスマブラが。タタ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 。その輝く翼で城を守るか。けなげだね。バームート、すらしのぐその力。僕は君を待っていたよ、アレクサンダー。君を迎えに魔法の馬車は呼んでおいたよ。気に入ってくれると嬉しいんだけどね。さあ、ごいインビジブルよ、アレクサンダー我が手に。もう人間ってちっぽけな存在なんだなって思うな。こんな異形のなんか神々の使いみてえなんか大戦争を起こし始めちゃうと。これかいな。これがインビジブル君。新入りならうちのアレクサンダーに顔通せや。まあ、勝てっこないですけどね。私茶飲むんで、お構いなく。終わんなって、一口しか飲めなかった。少々度が過ぎたようだな、クジャよ。何なんだよ、次から次へと。今までお前がガイアでドア暴れようと好きなようにさせていたが、また宇宙大戦争始まんのか、 FF 名物や。己が存在の意味すら忘れるようになったお前を見過ごすことはできん。お前の歯向かおうとする力の強大さを、強大さを知るがいい。そしてアイガはお前もだ。お、俺なんでアイガは別に今のここ数、ここ数分は何もしてねえよ、悪いこと。そんな盗賊時代のガ、このガノンドルフみたいなやつやっぱ何なんだよ。やっぱスナブラじゃねえかよ、これ。力貯めてるとこ申し訳ないんだけどさ、なぜなぜ動かん、インビジブル。バームートを狂わせたようにアレクサンダーの魂をも、操り我が物にしろ。ぬ、まさかガーランドが、バカなやつが自らガイアに赴くなど、そんなことは僕の計画が読まれていたというのが。それならどうしてインビジブルを。まさか。お前ごと消滅させるのだ。そして相川も。え、なんで？あ、ブリムシ。ふう、偉い目にあったブリ。あ、なんだ、白大公か。なんだなんだ。一つ間違えば偉い目では済まなかったぞ。その通りじゃ、船と共に命を落とすところであった。しかし、あの船を出さざるを得なかったブリよ。まあ、泣き言は後で聞く。いいじゃないか、みんな。船はダメになったけど、こうやって無事にアレクサンドリアへたどり着けたんだから。その通り、ブリ。
だけど僕もう飛空艇には乗りたくないや。バーン、指導代行、なんで発砲するんですか、あんこに。ご中心、ちょ、読んだことない感じです。ガーネット様はどこだ。実は俺たちも探してるんだよ。なんとならば仕方がない。なんか気持ち上の方にいたような気が。さあ村正を探そうだ。あとソニーセーラーもね。ああもちろんだ。じゃあうちではこのパーティーで行くのかい。そうですか、そうね。レベル引き、いつレベル上げすりゃいいんだよ。もうずっと私アレクサンドリアに囲われてんだけど。あれどうやって行ったっけ、あそこ、さっきのとこ、こっちだっけ。ルルルル、何これ。アレクサンドリア城にこんな仕掛けがあったとは驚きぶり。して村正とソニーセーラーはこの上におるのか。なんか警棒みたいな感じだったの。ちょっと強く前に振り出すと一気に伸びたの。急いで助けに行くぶり。おう、何をするぶり。こっから俺一人で行く。みんな他の人たちを助けに行ってくれ。どうしたの、アイガー。僕も一緒に行くよ。今の俺の頭の中は村正のことでいっぱいで、村正のことだけで他のことは考えられなくって、そんな俺がみんなを守るなんて自信がないんだ。情けねえやつだ。一緒に来るんじゃなかったぜ。まあこんなところでくたばるお前じゃないだろうけどな。もうミスド、アイガーが何してもまあまあ全肯定だな、これ。あばよ。おい、なんでだよ。何そんなこと言うたって後で帰ってきてくれるから。相川よ、私はお主のそういうところが好きじゃん。だから一人の人間を守ることは決してたやすくないぞ、相川。分かってるよ、鈴鹿こと。あんこがまた喋ってる人の方を見てる。可愛すぎる。さあベリアンコよ、あとは相川に任せるのじゃ。へえ、でも僕、ああ言っとるんじゃ僕は任しておくぶり。指導代行を帽子の中でかくまってやってくれ、あんこ。それだけが私の頼みだ。長い旅路になった、あんこ5個。分かってくれ。人を助けるのに理由が必要か、人が生きるのに理屈が必要か。もう残白刀出すのか。急に何言ってんだ。そんなもの必要ないだろ。今の俺はそういう気持ちなんだ。相川、なんとなく分かったよ。きっとお姉ちゃんソニーセーラーを助けてね。元気でな、あんこ。ここ私のこと忘れんね。ここ BGM でかくない？波形見てるとめっちゃ負けてる気すんだけど。負けたくない。ノイズゲートでさ、うちがどんだけ痛い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 、わっと、さっき崩れちゃうんじゃないの、橋が。なんだ今のゆるら。お前が思っているよりもこの上は大混戦だ。言っておくが、ちょ、陣地超えてるからな、この大戦争は。キャトルミューティレーション、赤字、ニコ動の赤字。やばい、ご会長よ、翼が。なんだ、あ、お茶飲んでるんでムービー楽しんでください。お、なんだ、おお、すごい荒波に揉まれて。お、嘘だろ、貫かれてもた。いてー、どうなっても、スターウォーズみたいな BGM 流れてきたし、もう何がどうなって。まずこの施設の説明してくれ。ああ大丈夫か村尾さん、相川が飛んでくるぞ、モンキーが来たー。相川くん、お前のことしか考えてないんだって。おお、よかったな。お、なんだなんだなんだ、なんかロープかなんか刺ってたの。めっちゃ旗だ。おーおー、ちょっと泣きそうになった今、なんか。ちょっと泣きそうになっちゃった。意味わからん、自分の情緒。なんでなんだよ、村尾さん、すまなかった。俺つまんない意地張っちゃって許してくれないか。おっと、相川、ソニーセーラーたちとんでもないことしちゃったのかな。いやでもバハムートやったのはナイスだぞ。これで戦況が大きく変わる。話したいことはいっぱいあるけど、ここはもう危険だ、早く逃げよう。そうしましょう。インビジで、さっきのガノンドルフはどこに乗ってんだよ。わー、うちの城がー、うわー。
なんでこんなことに。もう何も言えねえよ。思ってたより損害の規模でかすぎるだろ。多くの魂が星へと帰ったが、幾千年を要する我らの計画の前ではあまりにも小さな出来事。いずれこの魂の流れもガイアのものではなくなるだろう。しかしまだその時には至らぬ。魂の流れを戻すわけにはいかぬのだ。もう少しお前には働いてもらわなければならなかったが、限られた時の中でガイアにしがみついて生きるか、それもお前の運命であったのだろう、クジャよ。私がお前に代わる者と再び会わねばならぬのと同じようにな。みんな遠回しに口説いてくるな、いろんなやつのこと。クジャもこいつ譲りすぎるだろ。ああ、お姫様、お眠りな、みたいな。また会わねばならぬ、みたいな。城下町の復興作業はこの通り順調に進んでおります。うめ、工業区で生き残った技師たちも3号機の建造作業に続々と志願してきておる。リンドブルブルのルルルブ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 リー、ブル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 ブリ。みんな大公殿下を信じているのです。この国の民であることを誇りに思っています。心の底に信じるものがある限り、町がどんなに破壊されようとらのまにも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 。みんな、信じるか。やびしゃーバグが。私思ったんだけど、ゆっくり喋れば多分噛まないんだよね。よう大工さん、具合はどうなんだ。全くもってひどいな。ひどすぎるぶり。あれではもう再起不能だろう。すいません。そんなにひどいのか。うむ、最悪と言った方がいいだろう。修理するより3号機を完成させた方が早いぶり。ああ、俺は相川のことを聞いとるんだが。あいつか。あいつなら大丈夫ぶり。そろそろ目を覚ます頃だと思うが。ブランク、ちょっと城へ行ってあいつの様子を見てきてくれねえか。ついでにもし目が覚めてたら、わしの部屋に来るように伝えてくれんか。承知いたしました。城はそっちじゃねえぞ。あ、やっぱ下のルームで泊まらされんだ。この2号客船みたいな。村正ソニンセーラ。俺、なんで2号客室。2級階級エゴイストの腕は。つけてみようっと。